住野江港とは、佐賀県貴島郡白石町と小木市足刈町にまたがって位置する国土交通省指定の地方公安。有明海の最央部、六角川の川口近くに位置する河川港である。周辺の海域は有明海の最央部であり、日本一看板の差が大きいことで知られている。佐賀平野の国葬地帯を背後に抱えており、六角川の水分基地として、江戸時代には、 米の積み出し港として栄えた。1874年の佐賀の乱では、首謀者の一人である、島吉武が佐賀から脱出する際、墨の江港から乗船し、鹿児島に向かっている。その後、明治末期に、非前の炭鉱王と呼ばれた高取以降が、貴島炭鉱の開発に成功すると、石炭の積み出し港として発展した。伊予は、港の改良にも力を入れ、 有明海の海底は、年度室で春節が容易だったこともあり、ほどなく3千トン級の機船が入港できるようになった。1905年には国の特別輸出港に、1919年には特別輸出入港に指定されている。その後も岸間鉱と共に発展し、第二次大戦前から昭和30年代にかけての、全盛期には港を植二船が46時中行機会。 沖の本線部位には外国船が停泊し、海岸通りの船宿は不夜城の艦を停止、佐賀の香港とも呼ばれる賑わいを見せた。また、入港する船舶の増加に伴い、1950年には長崎海上保安部隅の江警備救難所が設置され、三角海上保安部に移管された後、1955年に隅の江海上保安所に改称された。しかし、 1969年、岸間炭鉱が閉山するなど石炭産業の衰退とともに急激に、その重要性は失われ、現在は周辺に多目的グラウンドや公園などが整備されているものの、佐賀県の漁業取締船、有明の母港や、有明海におけるの利用殖の基地の一つとして活用されているのみとなっている。水深1メートルでも、高校、 県の漁業取締船浸水から、読売新聞佐賀版2010年2月16日、ありがとうございます。